甲賀三郎二度死んだ男美しい女秘書もしもしああ、築地アパートです。河内さんああ、まだお帰りになりません。若い事務員の岡本が受話器を置くと 相棒の事務員で主任格の田沢が。また問い合わせかいああ、河内さんの会社からさ。と岡本は二人分の机で身動きのできない狭い事務室を見回しながらにやりと笑って。社長さんご心配でね。田沢が壊れかかった柱時計を見上げて。5時か。 めっぽう日が長くなったな。まだこんなに明るいのに。5時ならそろそろ会社の引ける頃だ。河内さんはとうとう出勤しないのだね。だから社長がご心配なのさ。珍しいことだね。あまったく。美しくってハキハキしていて、それでしとやかで、あんな秘書はめったにないよ。 違うよ。俺の言うのは、あの人が無断で欠勤するなんて珍しいと言うんだよ。そのことか。まったく、河内さんと来ちゃ時計みたいで、出勤の時間もきちんと定まっているし、少し硬すぎるよ。硬すぎて困ったかふっふっふっちょ、冗談を。岡本はドギマにしながら、 僕は河内さんにモーションなんかかけやしないぜ。さすがの君も、初めから諦めていたというわけか。そ、そんなことないよ。<laughs> だが、田沢は真面目な顔つきになって。冗談は別として、それほど硬い河内さんが、昨夜11時過ぎにアパートを出たき、り、今日は会社へも出ないというのは少し気にかかるね。 ま、全くだよ実は僕も少し心配しているんだ <laughs> 本音を吐いたね門番の滝山の話では昨夜12時少し前に一度帰ってきてそれから間もなくまた出かけたというんだが滝山がそう言うんなら間違いはなかろう11時までの行動は会社にも分かっているんだ昨夜は 河内さんの会社の女友達二三人と映画を見に行ったのだそうだ。映画が閉まったから銀座の喫茶店でみんなと一緒にお茶を飲んで、友達の一人がこのアパートの前まで同行して、河内さんがアパートの中に入っていくのを見届けているんだ。その時が11時少し前だったそうで、だから滝山の行ったことは確かなんだよ。 僕はなんだかひどく心配になってきたよ。一ん部屋を改めてみようじゃないか。ひょっとしたら一緒でもあるかもしれんぜ。まさか。田沢は打ち消したがすぐに。しかし部屋を調べてみることは無駄ではないかもしれん。君、合鍵を持ってきたまえ。河内愛子の部屋は三階の隅で。 日当たりは良くないが見晴らしが良く、窓から隣の某国領事館の裏門と中庭が見下ろせた。岡本は合鍵を当ててぐるりと回すと扉を開けたが、おや変だぞどうした田沢が覗き込むと、入り口の半坪ばかり土間になっているところが、下駄箱がひっくり返り紙くずがまき散らされてひどく乱雑になっていた。 綺麗好きで、いつも部屋の中や身の周りをきちんとしている河内愛子を知っているので、岡本と田沢は顔を見合わせた。よ人げをしたのかな田沢はいつもの冗談口を聞こうとしたが、途中で引っ込めてしまった。土間に続いた四畳半の部屋がまためちゃくちゃだった。タンスの引き出しは抜いたまま、中のものは残らず掴み出され、 机の引き出しも同様。畳の上に乱暴に放り出された品物で足の踏み場もないほどだった。岡本は興奮で顔の色を真っ青にしながら奥の間に踏み込んだが。ああ大変だと叫んだ。奥の間もやはり今同様何もかもぶちまけてあった。 が岡本を驚かしたのは部屋の真ん中に背向きの洋服姿の男が机に寄りかかるようにしてがっくりと突っ伏していたことだったそればかりではないその男の背中には担当がぐさっと突っ立っていた傷口から流れ出した血は辺り一面をどす黒く染めていたよ これはあまりのことに田沢も棒立ちになってしばらくは呆然としてしまったいやこの男はやがてはっと気がつくと岡本と田沢は言い合わしたようにたっとのごとく部屋を飛び出した 二人とも、灰のように血の気のない顔をして、手足がガタガタと震えて、急に口が聞けないのだった。け、警察だ警察に知らさなくちゃ田沢はかろうじてこれだけのことを言った。旧報によって、所轄所から司法主任以下が飛んできた。岡本と田沢から詳細を聞いた司法主任の柳沼警部補は、 現場をずっと見回して被害者は君たちの知らん男かね田沢はごくんとつわを飲んであまだ顔を見てませんのでああそうじゃったね警部補は死体のそばによってまるで人形でも抱き起こすように両肩を持って体を起こしたどうだね 田沢はこわごわ顔を覗き込んだが「あこの男は」と叫んではじかれるように23歩後ろに下がった柳沼警部補は勢いづいて「おお知っているか」田沢は魚のように口をパクパクしながら岡本の方に手を振って見るように手まねをした。 岡本は変な顔をしながら死体のそばに行ったが。ほっ、こ、この男はと、田沢と同じように叫んで飛び下がった。どう、どうしたんだ警部補は不審そうに聞いた。この男は田沢は言葉に詰まりながら。先月、 自殺した男です。え先月、この部屋の向かい側の部屋で自殺した男です。馬鹿言っちゃいかん。司法主任は呆れたように田沢の顔を覗き込んで。君は気が確かかそれに違いないのです。 確かに自殺した男です君たちは夢でも見ているのか司法主任は腹立たしげにいっぺん死んだ男がまた殺されるちゅうことがあるがでですから変なんです田澤はようやく落ち着きを取り戻して この男は竹井平太郎といって、今申した通りこの前の部屋に半年ばかりおりましたが、先月の初めに催眠剤を多量に飲んで自殺しました。全く竹井平太郎に違いありません。他人の空にか、それとも双子の兄弟じゃろう。一月以前に自殺した者が洋服を着て、 こんなところに殺されているはずがないじゃないか。そうかもしれません。しかし、目の下のほくろまでそっくりです。なあ、岡本君。ああ、首のところのあざまでそのままだよ。おお<ー>。司法主任はうさんそうに二人を見比べて、 その竹井という男が自殺した時には、医者は誰が見たのだね築地二丁目の山杉さんです。おお、警察からは誰が来たのかね小谷という巡査部長でした。山杉が診断書を書いて、小谷部長が検視したんだね。はい。葬式は 親戚の方がお引き取りになりまして、本所の方でお弔いを出されたそうです。では、竹井平太郎という男はそれでおしまいじゃ。君たちはその後竹井に似た男が、この部屋の借り主、河内とか言ったね。その夫人のところへ訪ねてきたことに気がつかんかね。絶対にそんなことはありません。第一。と。 岡本はここで力を入れて。河内さんには男の訪問客なんて一人もありませんでした。一人はあったはずじゃ。司法主任はじろりと岡本を睨んで。現にここにいるじゃないか。ああ、それは気がつきませんでした。この男に気がつかなければ他にも気のつかぬ男があるだろう。 アパートなんてところは、人に気がつかれずに出入りすることは、それほど難しいことではない。そうおっしゃれば、そうですけれども。扉の鍵は河内が持っているのだね。はあ。合鍵は事務所に一つあるきり、他には絶対にありません。それも分かったものではあるまい。 しかし、扉には確かに鍵がかかっていたんだね。ああ、間違いありません。司法主任は死体のポケットを探った。時計、釜口、ナイフなどに混じって、革製の名刺入れが出てきた。司法主任は元気づいて、名刺入れを開けて名刺をつかみ出したが。よっ。これは。と、 呆れたたような顔をした名刺には「金城次郎左衛門滝吉鳥之助」と印刷されていた一人占い司法主任は額に手を当ててなお二三枚の名刺を取り出して見比べたがどれにも同じ名が印刷されていたので。 恐ろしく長い名だなあとつぶやくように言って死体の前の机を見たがまたあきれたようにトランプが並べてあるぞ机の上にはトランプの札がちょうど差し向かいで勝負をしたように並んでいた田沢は初めて気がついておおこれは一人占いですよ何 一人占い。司法主任はじっと机の上を見て。おー、なるほど。みんな向こう向いているね。河内という女が一人占いをするのを被害者が見ていたのかないやそうじゃない。他の者のがこのようにめちゃめちゃになっているのに、トランプの札だけ整然としている。血に汚れていない。 これは多分、被害者が殺されてから並べたものだ。岡本は何か言おうと思ったらしく口をパクつかせたが、思い直したらしくそのまま黙ってしまった。司法主任は岡本に。この他に部屋はないのかねはあ、小さい台所があるきりです。司法主任は無言で今の方から続いている台所に入った。 台所といっても畳一畳敷くらいの広さで、添え付けの戸棚と料理台とガスコンロがあるきりごく簡単なもので、ここも何か探そうとした形跡はあったが、他の部屋ほど乱雑ではなかった。台所を一通り調べて奥の一間に帰ると、ちょうど警視庁から捜査課長と警察医の一行が来た。田沢と岡本は事務所の方へ引き取らされた。 警察医は被害者の体を調べて死因は背部から人差しに心臓部を突かれた傷によるもので死亡時刻は今より約20時間以前すなわち前夜の10時ないし11時頃と推定した捜査課長の柿内は柳沼司法主任から詳細な報告を聞いてなるほど被害者は合鍵を持っていないから まず河内に連れ込まれたと見るのが死闘だね。河内が視察して逃げたという見込みかね。扉に鍵がかかっていたところから見ると、それも死闘な考えだね。河内は11時少し以前に帰ってきて間もなく出かけたというから、強行の時間はその頃だね。検視の結果ともよく合う。問題は、 その時に被害者がどうして門番に見られなかったかということ。それからこの部屋中ひっくり返したような乱雑さだね。川内が慌てて逃げる時に何か探し物をしたのじゃないでしょうか。司法主任が言うと捜査課長は同意できないという風うに。捜査ね。そう考えられないこともないが、 このトランプの一人占いが河内のやったこととすると、強行後それほどの落ち着きのあった者が、探し物をするのにこうまで狼狽するとは思えないね。第一、下駄箱までひっくり返してあるのも変じゃないか。じゃあ、河内が強盗のショイとでも見せるためのカムフラージュでしょうか。さあ、それなら扉に鍵をかけたのがおかしい。 とにかくまだはっきり決めてしまうには早計だよまず第一に河内の行方を探すことだねそれから被害者の身元を突き止めねばならんしそれから捜査課長はここで声を落として僕はどうもまだ誰かがこの部屋を狙っているような気がするのだそれで表向きはもうこの部屋に用のないような顔をして 扉には鍵を下ろしておいて、バンも何もつけないように装ってくれたまえ。そして気の利いた刑事に誰にも悟られないようにそっと番をさせておくんだ。いいかねうまく頼むよ。そう言って捜査課長は、何事か考えるようにじっと窓の下を見下ろした。一斤のパン。 10時近くにようやく自由の身になった岡本はまっすぐに家に帰る気にならずブラブラと銀座の方に歩いていったなじみのカフェに寄ってみたが女女女には興味が持てず酒もなんとなくほろ苦くて気持ちよく酔うこともできないで「またいらっしゃいね」と熱っぽく耳元でささやく女の声を聞き流してそこを出た 有楽町の駅に出ようと暗い横丁を歩いていくと、不意に、岡本さんと呼び止められたので、その聞き覚えのある声に思わずぎょっとして立ち止まったが、あ河内さん河内愛子が黒っぽい洋服を着て帽子をまぶかに被っていた。チ<っ>と岡本を制して早口に、 お願いがあるんですけれども、聞いてくださらないあなたは、あなたは。岡本はうまく口が聞かなかった。ええ、ええ、わかってるわ。でも岡本さん、私が殺したなんて思わないでくださいよ。これには深いわけがありますのよ。あなただけにお話し,しますから、聞いてちょうだい。ええ。 岡本は急に安心したように頷ういて。無論、僕は初めからあなたがしたなんて思いやしません。ご用があったら言ってください。できることなら何でもしますから。こんなところでは帰って疑われますから、表通りに参りましょう。え、表通りえ？いいんですかその方が帰って人目を引かないのよ。 岡本は内気のように見えている愛子が案外大胆なのに驚きながら眩しそうに彼女の美しい顔を見守った。さあ、行きましょう。愛子に促されて岡本は連れ立って表通りに出て喫茶店のコンパートメントに席を取った。愛子はしみじみと。本当に驚きでしたろうね。私もびっくりしましたわ。 だって部屋に帰ったら知らない人が殺されていて、部屋中めちゃくちゃなんですもの。え岡本はじっと愛子の顔を見つめて。知らない人がいつの間にか入っていたんですかええ、そうなの。扉の鍵はかかっていませんでしたわ。 私、扉に鍵がかかっていないので、変に思いながら中に入ったらあの始末なの。本当に、もう少しで気絶するところでしたわ。でも一生懸命に気を落ち着けて、一体どうしたらいいんだろうと思ってトランプの一人占いをしましたの。ああ、やっぱりあなただったんですね。僕は平成のあなたのトランプ好きを知っているから、あなたがやったんだと警官に言おうと思ったんですが、 そんなことを言っちゃいけないと思ってすぐ辞めましたよ。ありがとう。岡本さん、よく黙ってくださいましたね。でも、殺されている人の前でトランプの占いをするなんてとても大胆だなだって他に相談相手がないんですもの。トランプをしているうちにだんだん気が落ち着いてきて、こりゃどうしても逃げなければならないと考えましたの。 どうしてあなたがやったのでなければ逃げる必要はないと思うがなあ。いいえ、それはダメです。あの場合、私がいくら知らないと言っても誰も信じてくれませんね。警察の留置場なんて考えただけでもゾッとします。真犯人が捕まるまで隠れていた方が利口だと思いますの。真犯人が捕まらなかったら第一、そんなに長く隠れていられるものかしら その時は仕方がありませんわ。それでお願いなんですが、私部屋に忘れ物をしてきましたの。岡本さん取ってくださらない何ですかそれは。とても変なものなの。台所の戸棚の中にあった食パンなの。え何ですって岡本はびっくりして愛子の顔を見た。 変でしょう、パンなんて。でもね、私には大変必要なの。ねお願いですから取ってきてちょうだい。食パンですかええ。あなたのお願いだから、無論聞きますけれども、パンは変だなええ。でも必要なの。パンなんてわざわざ部屋から取り出さなくても、 どこにだってあるじゃありませんか。もっとも、僕も台所の戸棚に丸ごと一斤のパンがあったのを見たときには、親と思いましたがね。え親と思ったって、どうしてどうしてって、あなたは確か朝はパンではなかったし、それに一斤そっくりあったのがなんとなく妙に思ったのです。そう。誰でもそう思うわね。 え何私もそう思うということなの。岡本さん、取ってきてくださるわね。ええ。ありがとう。本当にありがとう。では、ここに待っているのもなんだから、12時ごろ、遊楽町の駅の前で待っていますわ。愛子は、ほっと安心したように言った。 暗号の紙切れ12時近かったのでアパートの付近はしんいんと寝静まっていたアパートの門は昼夜開いたままなので岡本はすぐ事務所に入った門番の滝山は12時までは起きていることになっているのだが居眠りでもしているらしく一向姿を見せなかったこんなことじゃ 人の出入りなどわかりっこない。河内のことをよく知っていたもんだ。と思いながら、合鍵を持って3階に登っていった。他人の家に忍び込んだのと違って、自分の管理しているアパートだから割に気が楽なわけであるが、それでも秘密に部屋に入るのだから、岡本はなんとなく後ろめたかった。キョロキョロと辺りを見回したが、幸いに誰もいない。 部屋の扉の合鍵がなかなか入らなかった。一生懸命に落ち着こうと思うのだが、指先がブルブル震えるのだ。扉を開けて中へ入ろうとして、岡本はまたもや躊躇した。死体はもう片付けてあるのだが、つい今しがたまでそこに血に濡れた男が倒れていたのかと思うと、足が進まないのだ。しかもその男は、 ひと一月ばかり前に自殺した男ではないか電灯のスイッチをひねると昼間の通りの乱雑な部屋だった見舞いと思っても目が奥の方に向いたが扉はとす黒い位置で一面に汚れて机の上にはトランプの札が寂しく並んでいた台所に入ると戸棚のガラス越しに食パンが一気にちょこらんと見えた パンが欲しいなんて、変だなあと思いながら、岡本は戸棚を開けて取り出した。別に変わったことはない。普通のパンで、二三日経ったらしく、縁がボロボロしていた。パンを手にすると急に不安になって、岡本は急いで振り返って外に出ようとしたが、あ<っ>思わずパンを落とすところだった。 岡本の背後には、いつの間にか見慣れない男が二人立っていた。二人はいきなり岡本の左右の腕を押さえた。一人の男はパンを取り上げてしまった。あそれは君はアパートの事務員だな。一人の男は叱るように言った。パンを取り上げたもう一人の男は、確か岡本と言ったな。 夜中に何だってパンなど盗みに来たんだ。岡本はむっとして。盗みに来たんじゃありません頼まれたのです一体あなたは誰です刑事だよ。頼まれたとは誰に頼まれたんだえ刑事と岡本はびっくりしてすぐに。な、なに、頼まれたというのは嘘です。 ぼ、僕は、パンが欲しくて、盗みに来たんです。それ見ろ、太いやつだ。さあ来い。刑事は、岡本を築地警察署に引き立てた。ここは捜査本部になっていて、深夜にもかかわらず、柿内捜査課長は待っていたが、刑事の報告を聞いて、そいつはまずかったな。 アパートの事務員ならわざと見逃してそっと後をつければよかったね。多分河内という女のところへ行ったに違いない。まあいい。岡本を連れて来たまえ。岡本は真っ青な顔をしておどおどしながら入ってきた。君は河内にどこで会ったんだね捜査課長はいきなり高飛車に聞いた。はあ。 あの。岡本はドギマギしながら。河内さんなんかに、あいあいしません。隠してもダメだ。君は河内の手伝いをして、あの男を殺したんだろう。白状したまえ。ちょ、冗談を。私は昨夜は8時からアパートにおりません。今日も一度もあの部屋に入りません。たった今入ったじゃないか。 隠してもダメだというに。君は河内と共犯だ。と、とんでもない。た、た、頼まれただけです。隠しちゃいかん。隠しやしません。河内さんにこのパンを取ってきてくれと頼まれただけです。岡本は机の上に置いてあった食パンを刺しながら懸命に言い訳をした。河内はどこで持っているのか ど、どこでも待っていやしません。まだ隠すつもりか。よろしい。君は河内と同罪だ。殺人罪で交流するぞ。いえ、い、言い,います。河内さんは、有楽町の駅で待っています。捜査課長は刑事に。すぐ有楽町駅に行ってくれたまえ。 河内の写真は司法主任にもらって行きたまえ。はっ。刑事が出ていくと、岡本は椅子から腰を浮かして。だ、ダメですか、か、河内さんは何にも知らないのですむ、無罪です黙ってかけていたまえ。捜査課長は岡本を一括し、机の上のパンを取り上げてしばらく眺めていたが、 やがて力任せに二つに引き裂いた。と中から四角く折りたたんだ紙切れが出てきた。おお岡本はまた腰を浮かして紙切れを覗き込もうとした。捜査課長は、じっとしているというのにとまたもや岡本を叱りつけ紙切れを広げた。なんだこれは 捜査課長は呆れたように言った。紙切れには次のようなカタカナがべったりと並べられていた。モカジグキクジスナウクナラタクグラグギグキクリカザクモグザクスグトクキクノナナモカスククジクジグラグケカナウカキグジクウグジカジグリナウズザカキナ 地下とか。暗号だな。捜査課長は一人ごとのようにつぶやいた。捕まった小鳥。に。二人の刑事は有楽町駅に駆けつけた。12時を20分過ぎていた。 河内愛子はあまり岡本の来るのが遅いので不安に駆られながら何回となく思い切って行こうと思ったがもしかと思い直してイライラしながら待っていた今しも2人のあまり人相の良くない男が2人入ってきたのでハッと思ってすぐ逃げるように改札口に向かったがすでに遅かった2人の男は左右から飛びかかって愛子の両腕を押さえた <laughs> 話してください愛子のもがくのを平気で。河内愛子さんでしょう。ち、違います嘘を言ってもダメです。とにかく一緒に来てください。幸いに駅には人がいなかったので、周囲に集まっては来なかったが、駅員はうさんそうにじろじろと愛子の顔を見た。 愛子は覚悟をした。行きます。ですから腕を離してちょうだい。みっともないわ。一人の刑事が円卓を呼び止めた。愛子は築地警察の牢場に連れて行かれた。捜査課長は愛子をじっと見据えながら、本当のことを話してください。と言った。愛子は青ざめた顔を上げて、 本当のことを言えば、留置場へ入れたりしないでくださいますか捜査課長はうなずいて。疑う節がなければ、無論留置したりしません。だから困っちまうんだわ。愛子は訴えるように捜査課長の顔を仰いだ。まるで小鳥のような娘だな。と捜査課長は思いながら。とにかく話しなさい。 信じていただけるかしら信じていただけなかったら、本当にどうしたらいいか困ってしまうわ。愛子はまだ独り言のようにつぶやき続けたが、やがて仕方がないという風うに。昨日、部屋に帰ったらあの有様でしょ私、本当にどうしていいかわからなかったのです。でも、結局、逃げた方がいいと思って。 トランプで占ったのですかええ、そうなんです。扉の鍵はどうなっていましたかかかっていませんでした。ですから不思議に思いながら入ったのです。部屋をあんなに乱雑にしたのはあなたですかい,いえ、私じゃありません。誰だかわかりません。あの人を殺した人じゃないでしょうか。 どういうわけで部屋があんなになっていたと思いますかそこなんですの。その時は多分誰かが何か探すつもりだったろうと思いましたが、逃げてから考えてみますと、台所の戸棚にパンが一斤あったのがどうも変だと思いました。部屋中探した人は、もしかすると台所の方はいい加減にしたのじゃないかと思いまして、岡本さんに頼んで、 パンを取ってきてもらおうと思いましたの。パンはあなたが買ったんじゃないのですか私じゃありません。ですから、パンの中に何か隠してありはしないかと思いまして。河内さん、あなたはまだ隠していますね。部屋の中で殺されていた人は誰です言ってください。私、存じません。嘘を言ってもダメです。 もし全然知らない人なら、あなたはすぐ訴えて出たはずです。隠そうとしてもダメですぞ。ああ。河内は深いため息をついた。言わなければいけないでしょうか。無論です。でも、私の言うことが信じていただけるでしょうか。本当のことなら信じます。 でも本当らしくないんです。ああ、私はなんだってあの時に断らなかったのだろう。愛子は両手で頭を抱えてじっとうなだれた。ぽろりと涙が膝に落ちた。隠さずに話しなさい。捜査課長は優しく言った。本当のことなら、どんなに危機かいでもきっと信ぜられます。 かえって隠そうとすると悪いんです。何もかも、申し上げますわ。愛子は顔を上げた。実は、殺された人は私知っていますの。頼まれてかくまったのです。先月自殺した人ですわ。処女の名誉。 河内愛子の意外な一言に、捜査課長はびっくりして顔を上げた。えじゃあ、やっぱり愛子は。では、ご存知なのですかアパートの事務員がそんなことを言ったそうですが、どうも信ぜられなかったので。全く信ぜられないことですの。でも、間違いのないことでございますの。話してください。 アパートの私の部屋のすぐ向かい側に、竹井平太郎さんという方がおられました。半年ばかり以前に越して来られましたのですが、私は朝から夕方まで勤めておりますし、夜は大抵部屋の中におりますし、半年の間にも廊下で一二度目にかかったきり、年頃三十五六の人をいるような目をした立派な方だと知っていただけで、何をしている方やら一向に存じませんでした。 ところが、その方が一月ばかり以前に催眠剤を飲んで自殺されたというので、ちょっと驚きました。しかし、今申し上げました通り、廊下で一、二回お目にかかったくらいで大して関心も持っていませんし、別にお悔やみにも行きませんでした。そのうちご親戚の方がいらして死体をお運びになり、二、三日はなんとなく薄気味が悪いございましたが、そのうちに、 忘れるともなく忘れてしまいました。そうこうしているうちに、10日、20日と経ちまして、忘れもいたしません。4日前の夜です。扉をコツコツと叩く人がありますので開けますと、私はもう少しで気を失うところでした。自殺したはずの武井さんが、目の前に立っておられるじゃありませんか。 私はかろうじて悲鳴を上げるのをこらえて、詰まるように申しますと、武井さんは私の肩を軽く押して部屋の中に入り、静かに扉を閉めて、驚かせて申し訳ありません。折り入ってお願いがあって参りました。それが大変物静かな言い方で、しかも十分力がこもっていて、なんとなく威圧を感じました。私は、 武井さんの無礼をがめることができなかったのです。一体どういうことですかそれに、あなたは自殺をなすった。と言いかけますと、武井さんはにっこり笑って。ええ。全く命がけで自殺しました。私はあっけに取られて武井さんの顔を見ながら。何のことです それは、お分かりにならないのも無理はありません。私は向こうの部屋によりまして、あるものから命を狙われて危ないものですから、毒薬を飲んで自殺したと見せかけました。いや、一時は全く死んだのです。経験のある医師も、検視官も死んだと認められたくらいです。 死体となって友人の家に担ぎ込まれてから、果たして蘇生するかどうか、全く千番に一番の兼ね合いだったのです。しかし、幸いにも生き返ることができました。まあ恐ろしい話。でもそんなにしてまで。そう思いになるのも無理ありません。 しかし私の命を狙っているものは凶暴な国際スパイ団なのです言い忘れましたが私は秘密探偵局の一員で我が国の秘密を盗もうとしているスパイ団を一網打尽に捕獲する任務を持っているものです実は私はこの向こうの部屋で隣の某国領事館を見守っていたのです そこに盛んにスパイが出入りしますから。ところが、もう少しで証拠を握るというところで、スパイ団の方に感づかれてしまいました。で、やむなく死ぬか生きるかの非常手段を取ったのですが、幸いに成功しました。さすがのスパイ団も、私が死んだと思ってすっかり安心したようです。 そこで、奴らの好けに乗じて、この部屋からそっと監視して、いよいよ一網打尽にしたいのです。まあ、そういうことですの。そういうことでしたら、私、この部屋を分けますわ。と、こう申しますと、竹井さんは慌てて。いやいや、それではいけないのです。 あなたに出ていただいては何にもなりません。あなたはそのままに知らん顔をしていてください。でも、それではあなたのご用が、私を二三日かくまってください。え私はびっくりして武井さんの顔を見ました。私の部屋へこの人を置くなんて、そんなことができるものですか 武井さんはじっと私の顔を見て、若い独身の方のところへこんな失礼なお願いのできることではありませんが、日本の秘密が外国へ漏れるか漏れないかという境です。私は命を投げ出してそれを防ごうとしているんです。無理ですが、どうか聞いてください。 私、全く困ってしまいましたの。でも、武井さんの真剣な態度を見ると、決して嘘を言っていらっしゃるとは思えませんし。そのまま死んでしまうかもしれない毒を飲んだり、全く一命を捨てて国のために尽くしていらっしゃるんですもの。私、とうとう断りきれませんでした。でも、人に知られないようにどんなに確信したことでしょう。 武井さんも人に気づかれればそれっきりですが、私だってもし人に分かればどんなに弁解したって潔白を信じてくださらないかもしれません。全く薄い氷を渡っているような気持ちでした。ところが昨夜遅く映画から帰ってくると、武井さんは担当で突き刺されて死んでいるし、部屋中はまるでめちゃくちゃにひっくり返してあるではありませんか。 私は全く仰天してしまいました殺人の疑いのかかることも怖かったのですが何よりも武井さんを秘密で3日も部屋の中に置いていたことが暴露するのが恐ろしかったのですトランプでようやく気を鎮め逃げるより他はないと思いました私は武井さんをかくまっていたことはどこまでも隠すつもりだったのですがもう仕方がありません 河内愛子の長い話が済むと、捜査課長は。うん、そういう事情でしたか。じゃあ、武井さんはやはり外国のスパイに殺されたのです。犯人は武井さんが便所にでも立ったか、ちょっとした油断の際に部屋の中に入って隠れていたのでしょう。残念なことでした。私もそう思いました。部屋の中がめちゃくちゃになっていたのは、 武井さんの握っておられる証拠を取り戻すつもりだったに違いないと思いましたそこで逃げてから気づいたのですが台所の戸棚にパンが一斤入っていましてそれには一向気がつけていないようでしたからもしや秘密の書類でも隠してはなかったかと思いましてありがとう河内さんあなたのおかげで秘密書類が手に入りましたおまけに武井さんを殺した犯人も分かりました これで武井さんの仇が打てるばかりでなく、あなたは日本の秘密が敵国に渡るのを防いでくださったのです。え私がもあ。愛子はびっくりしたように目を見張った。パンの中から秘密の暗号文字が出てきました。実は私も戸棚の中のパンを見た時におかしいなと思いましたが、わざと手に取らなかったのは、 武井さんを殺して部屋中探した犯人が、台所の方を比較的観客していたのに気がついて、もう一度やってきはしないかと思って、そっとしておいたのです。そうしたら、岡本がやってきたのです。まあ、すみませんでした。そんな遠大なご計画があるのも知らないで、邪魔をいたしまして。何いいんです。 犯人は決して気はしなかったのです。というのは、犯人は点でパンのことなんかに気がつかないのです。私も、それからあなたも、また岡本まで戸棚の中のパンに目をつけたのに、なぜ犯人は目をつけなかったのでしょうか。それは、犯人が西洋人だからです。我々はあそこに一金丸ごとのパンがあったのをちょっと変に思ったが、 平勢パンを見慣れている西洋人は、ちょうど我々が台所に米靴を見たように何とも感じなかったのです。ですから二度とあそこへはやってこなかったのでしょう。では、あの武井さんを殺したのは外国人なんですかええ、それもパンの中から出た書類でわかりました。あなただけにお話ししますが、 これは竹井くんの考えた暗号で、それを解く鍵は竹井くんが名刺にして持っていたのです。捜査課長は例の、金城二郎左衛門田吉鳥之助の名刺を取り出した。愛子はかつて柳沼司法主任がしたように呆れながら。まあ、なんて変な名でしょう。これが暗号の鍵なんですよ。 暗号がどうやら二字一組で一字になっているらしく、しかも二番目の字は必ず、か、な、ぐ、す、くのうちなので気がついたのです。が、暗号はローマ字綴りで、名詞の最初の性にあたるカナグスクがローマ字の母音にあたるのです。金城と書いてカナグスクと言うんですのええ。 沖縄によくあるせいでしてそ,う読みますそこで名詞の名をそれぞれローマ字に当てはめますととにかくこれだけのローマ字で五十音と濁音半濁音は全部できるわけですそこで暗号文を読んでみますと初めの「モカ」は HA で。 はです。ジグは、KU で、くです。以下、読んでいきますと、白露系と称するロザノフ・ノブゴロジーは、亡国艦長たること確実なり、我が、となります。以下、いろいろ艦長の狙っている事項や、その証拠などが書いてあります。 このロザノフという男が犯人に違いありません。河内愛子はほっとため息をついた。武井さんは、本当に国のために命をお捨てになったんですね。殺されたのは残念でしたが、武井君を成功させ、日本の危機を救ったのはあなたですよ。でも、それは偶然ですわ。 いや、そうではありません。あなたは、諸女の名誉を犠牲にしてまでも、武井くんを助けられたのです。捜査課長は感激したように言ったが、すぐに付け加えた。いや、武井くんをかくまわれたということは、全然世間へは発表しないことにしましょう。